レオンの幕、この無差別のシングルでいうと巻いていいっていう証拠だと思うんだよ。私イギリスに半年ぐらい海外遠征してる中でいる間にお世話になったイベって団体所属なんですけど、私そこですごい日本人が活躍してる映像いっぱい見てて、その中でゴリショイさんとイギリスで他の現地の人、現地の人が悔しがるぐらいめちゃくちゃいい試合して、めちゃくちゃイギリスの会場を爆発させてるの映像で見てたんですよ。それタイトルマッチで、その今レオンが巻いてるベルトをかけてイギリスのイブで試合してたの。だから私はここでレオンの巻くベルトを取るのが目標じゃない、そのベルト持ってイギリス帰ってイブで今イギリスに来てる新しい選手たちとたくさん防衛してベルト切らじめしてここに持って帰ってくんだよ。カズキがセミで勝って24日対戦相手みたいなんですけどね、初対戦今日よりもっとペランペランにして3センチぐらい薄くなってリング下ろしてやるよ。私はさっきも100キロ級の鋼と対戦してこの通りピンピンしてるよ。悪いけどお前には潰されない。それよりな、お前こそな、私の膝小僧でな、内臓を壊さないように覚悟しとけよな。内臓、内臓、いや、お前24日までにもっと大きくなって試合してやるから、せいぜいおにぎりでも食ってろ。皆さん本日はご来場ありがとうございました。私は今年でデビュー25周年を迎えます。毎年、無差別のベルトに挑戦すると言ってきましたが、今年こそはベルトを巻いてチャンピオンになって25周年を迎えるべく、その挑戦を最後にしたいと思うので、ベルトを巻くから最後にするっていうんですよ。だから優選手が悪いけど海大になってもらいます。24日優選手に勝って5月4日レオンの前に立つのはこの私だからな。皆さん24日5月4日ぜひ応援よろしくお願いします。本日ありがとうございました。最後に皆さん、明日からも頑張っていこうぜ、ぜーで締めたいと思いますので、一緒にジェイのポーズをお願いします。それでは皆さん、明日からも頑張っていこう、ジェイ。復帰戦無事終了いたしました。久しぶりの1ヶ月半ぶりの試合、やっぱり見てるだけだと結構もどかしかったので、こうやって試合に出ることできて、で試合できてすごくすごく嬉しかったし楽しかったです。ただやっぱり米山さんのグルンチョは最強です。でもまた機会あればぜひシングルだったりタッグだったりまた組ませていただいたりもしたいです。今日はありがとうございました。本当に感謝いっぱいです。はい、皆さん今日一緒にいたクレアめっちゃ楽しいです。めっちゃ面白い。本当に私もっともっとやりたい一緒にいたく、本当二人一緒にもっともっとできる、それ、私やりたい、みんなそれ見える、多分楽しみ。
それあとは今日も勝てても嬉しい。クレアもダーク、めっちゃ助ける。それ本当に面白いです。でももうももさん、私勝ててでもももさんも強い。でもさもうチャンピオン。でも今日一緒にクレア勝てて嬉しいです。皆さん本当に今日ありがとうございました。はい、ペアジャージ女子プロレスのクレアです。本日は、約2年ぶりになります王子大会、ご来場誠にありがとうございました。自分とあかりのタッグにはクレアあかりという名前がついていて、今までカメアリーナでは組んだことがあったんですけど、今回は初めてね、初めてでもないか、久しぶりに他の会場で組ませていただきました。今まで正直ずっと私があかりのベルトにこう目線がいってたので、やっぱりこう対角にいることが多かったんですけど、今回こういう機会があって組ませていただきましたけど、やっぱり同期は頼もしいなと強く思いました。自分が勝ったわけじゃなく、あかりが勝ってくれたんですけれど、なんかやっぱりそこをサポートするだけじゃなくて、自分の力で勝ちにいけるような選手になっていきたいなと思いました。本当に、まだね、情勢落ち着きませんが、これからも変わらず応援していただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。バイバイ。はい、谷桃です。本日は王子大会ご来場いただきましてありがとうございました。私は4周年を7月の8日に迎えまして、5年目最初の試合、そして、王者レオンさんと組ませていただいてっていうタッグだったんですけども、クレアあかりに負けてしまってめちゃめちゃ悔しいです。しかもレオンさんが隣にいてくださったのに後輩に負けるっていう、もう底辺からのスタートを切りましたので、ここから5年目どん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 上に上がっていきたいと思いますので、皆さん目を離さずに応援していただけたらと思います。はい、ありがとうございました。谷桃でした。はい、今日は7月10日王子大会、自分は無差別級選手権次期挑戦者トーナメントで和樹さんとシングルでした。で結果は負けてしまったんですけど、私が絶対ベルト取ると無差別級チャンピオンの前に立つのは私だと、私しかいないと思ってました。でもこの結果がちょっと高ぶりすぎたのかな、わかんないですけど、和樹さん私に勝ったからには優勝して、そして無差別のベルトを取ってほしいと思います。一緒のウォンテッドウォリアーズということで私は応援します。今本当に悔しい気持ちでいっぱいです。レオさんの前に立つどころか優勝すら初戦で敗退してしまって、でも気持ちを切り替えてトーナメントの行方とタイトルマッチをこの目でしっかり見届けたいと思っています。で、リュー選手と今日は初シングルだったんですけども、やっぱりこのままでは終われないっていう気持ちなので、またどこかで必ずリベンジしたいと思っています。明日からもっともっと努力して自分の戦いをしていきたいと思います。今日はありがとうございました。はい、王子大会ありがとうございました。今日は担任ももと組んで、あかりクレアと対戦したんですけれども、ももちゃんのデビュー5年目のスタートを切る試合だったのに負けてしまって、はい、最後自分も助けに行くことができなくてめちゃめちゃ悔しいです。でもクレアあかりの成長を体で感じたことは確かなので、これから、はい、私もチャンピオンとしてもっともっとどっしりと構えてまだまだ仮面に立っていきたいと思います。そして、フィアジェの無差別の次期挑戦者決定トーナメント、2試合ともめちゃめちゃ余白力な熱い試合だったと思います。で、勝ち上がってきたユウ選手と和樹さんが今後4月24日の板橋で対戦するんですけども、その試合もすごく楽しみですし、はい、誰が私の前に立つのか、はい、楽しみにしたいと思います。